セム,セムシのコウマ、セムシのコウマ、セムシのコウマ、セムシのコウマはロシアの童話。ロシア語のとはポニーのことでコウマは間違いである。作者はロシアの詩人、1815年1869年、1834年,18年、サンクトペテルブルク大学在学中の作品。ロシアの昔話、金色の馬や火の鳥そして、 イワンのバカなどを巧みな構成でまとめいる。ロシア、ソ連では19世紀から20世紀にかけて幾度かバレー化、アニメ化されている。山と森に囲まれた小さな村にイワンという農家の少年、働き者の少年であることもあれば、薄のろでバカ、間抜けという設定の時もあるが、父親と二人の兄と一緒に暮らしていた。村には夜になると、 金色の貧馬がやってきて、畑を荒らされて困っていた。イワンが金色の貧馬を捕まえると、自分を自由にしてくれれば、イワンのために3頭の馬を産んであげると言われ、2頭の立派な黒馬と不思議な魔法の力を持っていて、人間の言葉を話し、背中にコブが2つある、耳が大きな背虫の子馬、ポニーをもらう。金色の牝馬は2頭の黒馬は売っても構わないが、 セムシの子馬は、後々までイワンを助けてくれるから決して手放してはいけないと言い残した。イワンはずる賢い兄たちの計略で二頭の黒馬を王様に売り、その代金は兄たちが家に持ち帰ったが、黒馬たちはイワン以外に従わず、暴れるため、イワンは黒馬たちの世話係として、セムシの子馬と一緒に城内に住むことになった。しかし、これを心よく思わない昭和な家来が、 数といた。ある時、イワンは森の中に美しく光り輝く火の鳥の羽が落ちているのを見つける。セムシの子馬は火の鳥の羽は災いを招くので拾うべきではないとイワンに忠告するが、イワンは聞き入れずに拾って大切にしまい込む。やがて小悪な家来がイワンの持っている火の鳥の羽を見つけ、王様は家来にそそのかされてイワンに火の鳥を捕まえてくるよう命じた。 セムシの子馬は自分の忠告を無視して、火の鳥の羽を拾ったから災いが起きたのだとイワンを非難し、今後はさらに大きな災いが起きるかもしれないと警告しながらも、火の鳥を捕まえる方法をイワンに教え、火の鳥が現れる場所へイワンを連れて行く。イワンはセムシの子馬の助けのおかげで、どうにか火の鳥を捕まえ、以前にも増して王様から木に入られるが、 昭和なナ家来は、やはりこれを心よく思わなかった。しばらくの後、王様は再びこの家来にそそのかされて、今度は、月の娘で太陽の妹と言われる、美しい姫を城に連れて来いとイワンに命じた。困ったイワンは、再びセムシの子馬に相談し、今度も子馬の助けのおかげで姫を城に連れて来ることに、成功する。王様は美しい姫を一目で気に入り、 結婚を申し込むが、姫の方は少しも王様を気に入った様子を見せず、彼女は結婚の条件として、海の底に沈んでいる自分の指輪を3日以内に取って、来る、よう王様に要求する。イワンはわがままな王様のせいでまたしても無理なんだよ、押し付けられることになったが、様々な苦労の末に、今度も子馬の助けのおかげで指輪を取ってくることに、成功する。 王様は再び姫に結婚を申し込むが、それでも姫は王様が醜い老人であることを理由に、求婚を拒絶し、王様が立派な赤者になれば結婚してもよいと告げる。姫が言うには、まず煮えくり返ったミルクの釜に入り、次に、同じく煮えたぎる熱湯の釜に入り、最後に、氷のように、冷たい水の釜に入ると立派な赤者になれるという。 王様はまず実験台として、イワンに釜に飛び込むよう命じる。セムシの子馬の魔法に助けられてイワンが釜に飛び込むと、立派な若者になったが、続いて飛び込んだ王様は二度と釜から出てることは、なかった。美しい若者になったイワンと、姫は結婚し、イワンは、新しい王様になって、盛大な祝宴が行われた。もちろん、祝宴の場には、セムシの子馬も同席していた。 1864年の題名でバレエ化された。作曲はチェーザレブーに振付はによるサンクトペテルブルク市のボリショイカーメンルイン劇場で初演されている。1955年、作曲カロディオン・シチェドリンが新たにバレエ曲を作りの振付で、1960年、モスクワ市のボリショイバレエ団で上演された。 1947年と1976年には、ソ連で、長編アニメ映画が制作された。1947年版は、葬式、スネーシコーブロツカや、グローモフ監督、ソユーズムリトフィルム社の制作によるもので、放題、または、イワンと、コウマ、日本での公開は、東方の配給で1949年3月25日、74分。 キネマ旬報のデータベースでの放題はセムシノコウマであるが1949年当時のキネマ旬報の記事には放題はセムシノコウマと記載されている。同作はアメリカのフライシャースタジオ制作パラマウント映画配給のガリバー旅行記に次いで日本で2番目に公開された長編カラーアニメーション映画である。 野口久光によるキネマ旬報1949年5月下旬号の本作の批評には、セムシの子馬は思いがけなく、ソ連から初めてもたらされた色彩漫画、しかもそれは堂々たる長編み物である。色彩漫画といえば、古くからアメリカの先輩のごとく思われ、事実そういつでも間違いでないような状態であったが、この映画を見ると、ソ連の漫画映画が、 技術的にもアメリカにさほど劣らぬところまで行っているばかりでなく、美的な感覚においても、独自の個性、民族的な色彩、特色を発揮していることが例理一教したなどと書いている。1976年に監督によりリメイクされた。ソ連の動画撮影所は、制作にあたって、1コマ1コマ絵画のように美しい原画を描き、通常のアニメの3倍以上の量を使った。 1976年5月に当時のソ連都市県とゲンウズベキスタンで開催された国際映画祭に岡田茂雄映園社長がシホミエツコを連れて新幹線大爆破や空手映画の売り込みに行った際逆にソ連側から売り込まれた本作に感激しすぐに買い付け世界名作動はセムシの小馬というタイトルに解題し1977年夏の 東映漫画祭りに組み入れ、同年7月17日に惑星ロボダンガード A 体昆虫ロボット軍団など6本との閉映で公開した。この年の夏はアメリカ名作アニメスヌーピーやディズニーアニメも公開され、珍しくソ連のアニメが割り込んだと評された。日本では劇団アトムにより、キノのイ,イワンと不思議な子馬というタイトルで舞台化されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。